憧れるのをやめましょう。2023年 WBC においてアメリカとの決勝戦に挑む侍選手たちに総鼓舞した大谷翔平は、その数ヶ月後ロサンゼルスドジャースと10年1020億の超大型契約を結び、我々からは憧れる気力すらも奪っていきました。そんな大谷のこの時の声出しは多くの人の胸を打ち、打ちすぎた結果各媒体で飽きるほど使い回されたわけですが、この年この言葉を最も体現してみせた野球人はこの3人を置いて他にいないのではないでしょうか。千賀滉大、藤浪晋太郎、吉田正尚。野球に携わる者ならば誰もが一度は夢を抱くメジャーの世界に単身乗り込み戦い抜いた彼らこそ、まさしく憧れることをやめたプレイヤーであったと言えるでしょう。そこで今回は2023年に世界最高峰の戦場に挑んだ男たちの憧れと挫折と、そして栄光の物語を振り返っていきます。彼らがメジャーデビューを飾るまでの経緯や移籍後の成績、現地での評価に加え、あの伝説の晒し投げなど人気エピソードも登場するので、どうぞお楽しみに。愛知県名古屋市中川区、その住宅街に佇む小さなスポーツ用品店からかけられた一本の電話が一人の野球少年の運命を変え、やがてその衝撃は世界中へと波及していきました。その電話の発信主は西正ベースボールショップ店主西川昌司、一スポーツショップの店主でありながら東海地方のアマチュア事情に精通し、プロ野球界にもコネクションを持つという漫画のキャラクターのようなスーパー属性を持った人物で、そんな西川からガマゴーリに千賀という面白いピッチャーがいると興奮気味に語られては、電話を受け取った福岡ソフトバンクホークスの小川和夫スカウトも聞き流すことはできませんでした。小川はリストアップした選手の調査が一旦終わった時でした。でもその年は三軍を作るんで育成選手を多めに取ると言われていたし、西川さんがいいって言うんだったらこれは見ておかないととドラフト間際の追加調査を敢行。数日後にスカウトから送られてきたガマゴーリの千賀こと千賀滉大の動画を見た小川は、彼の肘の柔らかさにポテンシャルの高さを感じ、育成での指名を即決したそうです。こうして2010年10月、ソフトバンクから育成4位で指名を受けた千賀でしたが、当時の最速は144キロに過ぎず、今では彼の代名詞となっているフォークボールもこの時はまだ20球に1球しかまともに落ちないという、それなら使わない方がマシという制度、将来性以外に強みはなく平凡にすら到達できていないようなありさまでした。それでもプロのスカウトから認められたという事実をかすかな自信を持って、キャンプ前の新人合同トレーニングに臨みましたが、その初日遊びと称してブルペンに飛び入れ参加したドラフト2位野手柳田悠岐が144キロを軽々と計測し、その現場を目撃した千賀はこの世界は無理とプロ生活1日目にして絶望のどん底へと叩き落とされてしまいます。さらに4月、プロ野球の最低レベルと言っても過言ではない3軍の練習に参加するも、そのメニューを半分も消化できず気分悪いっすとまさかの戦線離脱、急速で野手に負け3軍の練習すらまともにこなせず、ブータリ一歩手前の状態になった千賀でしたが、その虚弱っぷりがかえって周囲の目を引きました。当時の3軍投手コーチ倉野真嗣は、軽いメニューなのにある意味衝撃的でしたねと語るのは、そこから千賀は倉野の指導のもと1年間を肉体改造に費やし、その結果シーズン終盤には最速152キロを計測するという驚異の進化を遂げます。さらに翌年1月には先輩投手近田レオの勧めで参加したとある実証で、飛ばない方の吉見こと吉見和樹から、低めに投げることを意識すれば変わると至極ごもっともな言葉とともに、フォークボールはワンバウンドで投げるという練習法を伝授され、これを試みたところフォークの精度が飛躍的に向上。これこそが後にメジャーの並み居るバッターをキリキリ舞いさせることとなるお化けフォークが誕生した瞬間でした。かくして150キロ超えの速球と鋭く落ちる決め球という2つの武器を得た千賀は、その年の4月に念願の支配下登録を果たすと、翌年には中継ぎとして1軍に定着。その2年後2016年から千賀は先発に本格転向し、以降7年連続2桁勝利を達成したほか、2019年に令和初のノーヒットノーラン、2020年には史上20人目となる投手三冠など数々の記録を打ち立て、エースを超えたスーパーエースとして球界を代表する投手にまで成長を遂げたのでした。そんな千賀がメジャーに目を向けるきっかけとなったのは、みんな大好き世界の小林が爆誕した2017年第4回 WBC でした。ただでさえ落ちる球に弱いとされる海外のバッターにお化けフォークは効果抜群で、11イニングで大会最多タイ記録となる16もの三振を奪った千賀は、ポジション別優秀選手に日本代表から唯一選出される快挙を達成。この経験で世界の広さと自分の可能性を実感した千賀は、この年のオフすごいんだろうなと思うから行ってみたいと、近所にニューオープンしたコンビニに行くくらいの軽い気持ちでポスティングでのメジャー移籍を球団に直訴しましたが、そもそもポスティングを認めていないソフトバンクからこれを一蹴されてしまったのでした。以降千賀は契約公開の場でいいじゃないっすかとポスティング移籍を嘆願し、これを球団がダメダメと跳ねのけるエレキテル連合のようなやり取りは千賀の MLB 移籍前年まで繰り返され、ソフトバンクのオフの風物詩になっていたとかいないとか。そして2022年9月に念願の海外 FA 権を取得した千賀は、翌月15日にチームの CS 敗退が決定するや否や、自分の中では6年くらい行っていましたし
今更変わることはない、行使は絶対しますと、ただでさえ昇進なソフトバンクファンの心をえぐるほどに強い言葉でメジャー挑戦を宣言。その後ポスティング移籍を認めてくれなかった球団への不満をツイッターでぶちまけて軽く炎上する一幕もあったものの、5年総額約105億円の契約でアメリカの金満球団ことニューヨークメッツに入団、念願のメジャーリーグに足を踏み入れたのでした。一方受け入れる側のメッツも WBC で世界を震撼させたゴーストフォークの使い手がチームに加わるとあっては、内から湧き上がるワクワクさんを抑えることができず、千賀がマウンドにすら立っていない2月の段階で球団 CM に出演させ、ホーム球場には早くも専用演出を用意させる好待遇で待望の右腕を迎えました。期待を通り越して圧すらも感じるチームからの熱烈エールでしたが、千賀はひるむことなく初登板となった4月3日のマーリンズ戦を5回3分の1、8奪三振1失点にまとめて早速の1勝目を挙げ、前評判に違わぬ能力の高さを披露してみせます。その後制球難で成績を落とした時期もあったものの、有効な球種の選定やデータの活用などを通じてメジャー野球への適応に注力、その結果調子は戻るどころか開幕当初よりもさらに上向いていきました。こうした研究熱心な姿勢はチームメイトからの信頼にもつながり、女房役のアルビーことフランシスコ・アルバレスは、千賀はいつもすごい集中力で投げていて打者の些細な反応も見逃さずに目を光らせ柔軟に対応していると手放しで称賛しています。またこの年のメッツは約683億円という大型補強を敢行してシーズンに臨んでいたにもかかわらず、投手陣の不調によって中盤には早くも終戦ムードが漂うというくしくも福岡の某球団と同じような状態に陥っており、そんな中でも必殺のフォークを武器に三振の山を築く千賀の爽快なピッチングはファンにとって救い以外の何者でもありませんでした。その人気はうなぎ登りに高まっていき、7月には代替選手としてではあるもののオールスターにも出場。そんな周囲の切実な思いを肌で感じ取ったか、千賀はここからさらなる加速を見せます。7月以降に登板した14試合で11度のクオリティスタートを達成した千賀は、最終的にはリーグの規定投球回到達選手では2番目に低い防御率でシーズンを終えるに至りました。この活躍で千賀はサイ・ヤング賞と新人王の候補にも名を連ね、受賞こそ惜しくもならなかったものの、メジャー初年度のものとは思えない圧巻のパフォーマンスに現地メディアは、彼はメッツの歴代の名投手デグロムやドクター K、 マトラックの仲間入りをするかもしれないとレジェンド投手の仲間入りへの期待さえ覗かせています。ある者は彼をなにわのダルビッシュと称し、またある者は阪神の優しいガリバーことリチゲイルに似ているとも評した男もまた海の向こうで活躍しましたよね。藤波慎太郎、小学1年で野球を始めると、中学では早くも世界大会を経験した藤波は、名門大阪桐蔭に進学した泣く子も黙る野球エリートに中学3年で英語検定準2級を取得するなど学業においても優秀な成績を残していたそうです。そんな藤波少年は当時からいかついルックスと打棒で鳴らしていた森友哉とのデコボコフレンズバッテリーで甲子園に殴り込みをかけ、とりわけ3年の夏大会では準決勝決勝を完全完封する20年ぶりの快挙を成し遂げる獅子奮迅の活躍でチームを史上7校目の春夏連覇に導きました。当時の藤波について2011年の桐蔭キャプテン広畑実は、もう真面目やしすごく謙虚なんやけどちゃんと自分を持ってるような選手と回想しており、文武両道な好青年であったことが伝わる一方、監督の西谷浩一は藤波は修正が自分でできない子だったとも述べており、この時点ですでに後のスランプにつながる要素も顔を覗かせていたようです。しかし甲子園での輝かしい功績を前にすればそんな短所すらも伸びしろに見えてしまうもので、2012年のドラフト会議で藤波は4球団からの1位指名を受け、血で血を洗う壮絶なくじ引きの末、その交渉権は阪神タイガースの手に渡りました。藤波はプレッシャーもあるけどそれを力に変えて頑張りたいと意気込みを見せ、そしてその宣言通りルーキーイヤーから圧巻の活躍を見せていきます。2013年3月31日開幕3戦目となるヤクルト戦で先発デビュー戦を飾り、この試合で6回7奪三振2失点といきなりの好投を見せると、続く4月14日DeNA 戦で初勝利を挙げたのを皮切りにプロ野球記録を立て続けに達成。クライマックスシリーズではエースの能見篤史とランディ・メッセージャンを差し置いて高卒新人としては史上初となるポストシーズン開幕投手に抜擢され、この意味わかるか俺にはわからんわでおなじみのコピペが誕生するきっかけを作るなど、文化面においても多大な功績を残しました。そしてプロ3年目の2015年まで毎年2桁勝利を挙げる活躍を続け、年俸も大台1億を突破、黄金のルーキーから正真正銘のエースピッチャーになる日も間近と誰もが確信しましたが、2016年、藤波の投球に突如として異変が現れます。オフに右肩を痛めた影響もあったのか、開幕から極度の制球難が目立った藤波はテンポあるいは抑えられないわ不安定な投球を連発。中でも7月8日の広島戦では追われたビデオのごとく同じような投球を繰り返す藤波にぶち切れた金本監督が、兄貴というより組長に近い形相で8回161球8失点という狂気の晒し投げを敢行し、国内どころか海外からも悪い意味で注目を集める異例の事態にまで発展しました。しかしそんな荒れ用事も功を奏さず、
。それどころか濃紺は赤の糸をたどった藤浪は翌年から右打者へのデッドボールが急増、天津さえ投手にまでもぶち当ててしまう始末で、別の意味で怖いピッチャーとなってしまった藤浪が登板する試合には右打者を先発させないという対応を取るチームまで現れるほどでした。しかし一部の報道によればこの時の不調こそがメジャー挑戦のきっかけを作ったのだそうで、それによると当時藤浪にはトレードのオファーがたびたび舞い込んでおり、これを阪神のフロントが育成の失敗を晒したくない、アマチュア野球のスカウト活動に影響が出るという情けない理由で拒否し続けていたらしく、このことを知った藤浪はそれならメジャー行かせてくれたらええのにと、こちらもこちらで謎の理論を展開して海の向こうの野球大国に憧れを抱くようになったと噂されています。とはいえこれだけなら単なる片思いに過ぎなかったのですが、どういうわけかメジャー側も藤浪に関心を寄せ始め、ついにはスカウトまで訪れるようになると、事態は途端に現実味を帯びていきました。さらに阪神側も他球団で活躍されるよりメジャーに出す方がマシと、これまた情けない理由で移籍を容認する姿勢を示したため、彼の夢は一層加速していったというのが事の全容だと言われています。こうしてかつてない不調の中でメジャーへの憧れを抱くようになった藤浪は、その後多少の持ち直しを見せたものの、依然として好不調の波は激しく、一方ではコロナ禍での合コンをすっぱ抜かれたり、全体練習に遅刻して二軍降格を言い渡されたりと、公私ともに炎上を繰り返した挙句、2022年のオフに MLB 挑戦を正式発表。一軍定着すら完全とは言えない藤浪のまさかの決断に動揺するプロ野球ファンをよそに、2023年1月14日、藤浪はあのマネーボールで知られるオークランドアスレチックスへの入団を果たします。しかし現実は甘くありませんでした。初登板は4月2日のエンゼルス戦、かつて高校ビッグスリーとして共に甲子園を沸かした大谷とメジャーリーグ初戦で再び相まみえるという漫画のような展開でしたが、大谷のタイムリーを含む5本のヒットと4つのフォアボールで8失点を許し、3回待たずしてノックアウト。以降も濃紺爆発な配信投球を続け、入団当初はマウント富士は素晴らしいものを持っているとベタ褒めだったマーク・ポッツェ監督からも、ストライクゾーンをコントロールすること、何よりストライクを投げること、打者に向かっていくことができていないと、日本のファンにはあまりにも今更な苦言を呈されてしまうありさまでした。投げても投げても防御率が2桁を割らないという無限地獄に突入していた藤浪でしたが、しかし改善のきっかけは思わぬところに転がっていました。4月後半、あまりの濃厚に我慢の限界を迎えた首脳陣の判断で中継ぎに配置転換されると、短いイニングを全力で抑える投球スタイルがフィットしたのか、状態が少しずつ安定していったのです。特に6月以降は長年の課題だった制球力が向上し、7月にはセットアッパーとしての地位を確立。中でも7月19日のレッドソックス戦、3点リードの7回に登板した際には、前日に脳腫瘍のため亡くなった元同僚横田慎太郎の名前をマウンドに刻み、イニングを無失点に抑えると、天を指さして追悼の意を示す一幕もありました。試合後インタビューに応じた藤浪は、いい形で抑えることができて、いい手向けということでもないが、ちょっとはいいものを見せられたかなとコメントしました。このように超スロースタートながらも確かな進化を見せていた藤浪でしたが、その急激な成長ぶりはいつしかあの強豪チームからも注目の的となりました。そして7月20日、ア・リーグ首位を走っていたボルチモア・オリオールズが藤浪のトレード獲得を発表。オリオールズはプレーオフ突破への正念場である8月に向けて中継ぎを充実させるべく、7月の月間防御率 2.00 という好成績を残していた藤浪に目をつけていたのです。思いもよらぬ形で優勝争いに参加することとなった藤浪は、首脳陣からの期待に応えるべくピンチの場面での火消し登板や複数イニングの買いまたぎなど、ありとあらゆる役割をこなし、ブライドン・ハイド監督も彼を誇りに思うと絶賛する働きぶりでチームの優勝回路を支えました。大荒れの幕開きから想定外のトレード、そしてまさかのシャンパンファイトと紆余曲折ありながらも濃い内容となった藤浪の1年目は、成績こそ決して褒められた数字ではなかったものの、中盤から確かな順応を見せ、平均球速ではメジャートップクラスをマークするなど、世界最高峰の舞台でもその存在感を示してみせたのでした。2023年3月21日 WBC 日本対メキシコ戦、3点ビハインドで迎えた7回裏、負けたら終わりの準々決勝はすでに終盤に差し掛かり、日本ベンチにも重苦しい空気が漂い始めていた中、その男はたった一振りでチームを窮地から救ってみせました。吉田正尚、ランナーを2人置いて臨んだその打席、あとワンストライクで3アウトという崖っぷちの状況から、内角低めの変化球を逃さずスタンドへ叩き込み、1日にして日本のスターとなったマッチマンですが、ここに至るまでの道は決して平坦なものではありませんでした。6歳で野球を始めた吉田少年は、小学生時代にはメジャーの世界に憧れを抱くようになり、中学でパワーヒッターとしての才能が開花すると、高校は甲子園の常連敦賀気比高に進みます。ちなみにこの頃から彼の打球スピードはズバ抜けており、ある試合では吉田の打ったゴロを取り損ねた相手選手が鎖骨を骨折してしまうなんてことまであったそうです。しかし高校3年で極度のスランプに陥った吉田はプロ入りを断念し、青山学院大学に進学、そして野球とは距離を置いて運転免許取得の勉強に打ち込むという独特すぎる調整法でスランプを克服すると、1
2021年の春季リーグ戦からクリーンナップを務め、後にオリックスで共にプレーすることとなる先輩の杉本裕太郎と共にチームを牽引。4年間で4度のベストナインに輝く抜群の活躍で、いつしか大学ナンバーワンスラッガーとして注目を集めるようになっていきました。そして2015年のドラフト会議でオリックスバファローズから1巡目で指名された吉田は、世界が真中満のガッツポーズ事件に沸く中、即戦力の和製大砲としての期待を背負ってプロ野球界に足を踏み入れたのです。しかし鼻息を荒げ息を言おうと臨んだ吉田のプロ1年目はハプニングの連続に。まずキャンプ前の新人合同実施での開始2日目でいきなり左ふくらはぎを故障すると、2月の春季キャンプでは1軍合流のわずか2日後に右脇腹を負傷し、トンボ返りに近い形で2軍キャンプへ再送還。金はこれだけにとどまらず、4月下旬にはかろうじて掴み取った1軍のポジションを腰痛発症であっさりと手放してしまい、2年目もオープン戦終盤に腰痛を再発。さらにその復帰試合でも腰が再爆発するという、早くも田村仁志2世の筆頭候補に躍り出る驚異のスペ体質を見せつけたのでした。しかし一方でその打撃センスには目を見張るものがあり、1年目から63試合で打率2割9分と10本のホームラン、2年目には64試合で打率3割1分1厘ホームラン12本というさすがの成績を記録。実力は確かだけど体が脆すぎるガラスのスラッガー、それが2年目までの吉田正尚への評価でした。しかし吉田自身もこのままでいいと思っていたはずがなく、この2年は思い描いていたのと違うと秋季キャンプを返上して腰の手術を受けた上、バッティングフォームの改造にも着手。フォロースルーの際に片手を離すスタイルに変えたことで腰への負担が和らぎ、これにハンマー投げ、室伏広治直伝の体幹筋トレーニング、通称紙風船トレーニングの効果も合わさって吉田のスペ体質は劇的な改善に向かいました。こうして数々の対策を講じて臨んだプロ3年目の2018年、全試合出場で規定打席をクリアした吉田はベスト9に選出され、翌々年には約17打席に1度しか三振しないという驚異の数字を残して首位打者を獲得。そして6年連続打率3割超えを達成した2022年、吉田はチームを26年ぶりの日本一に導くとポスティングシステムによる MLB 挑戦を公表しました。日本屈指のスラッガーが渡米するとあって、メジャー各球団は吉田へ熱視線を送り、交渉が解禁されるや否や30にも上るチームが吉田への接触を試みたといいます。ファンの誰もが本場の札束合戦を見られることへの期待を寄せましたが、しかしその決着は拍子抜けするほどあっさりしたものでした。ボストンレッドソックス入団になんと交渉解禁からわずか数時間後、吉田がレッドソックスとの5年契約に同意したという報道がネットニュースに踊ったのです。かねてからレッドソックスのファンだったという吉田は入団会見で緊張のあまり、まさたか石田ですと自分の名前を間違えるまさかのミスを犯してしまったものの、彼のアメリカ生活1年目は順調そのものなスタートを切ったのでした。その後3月の WBC での活躍に加え、チェコ戦でのパンダのようなズッコケも話題となって、野球ファン以外からも広く知られる存在となった吉田は、4番として臨んだメジャー開幕戦で2安打1打点といきなりの結果を残すと、4月中旬から16試合連続安打を記録。5月に入ると打率は2割9分台から3割台を安定して推移するようになり、7月下旬にはリーグの首位打者に躍り出るまでに至ります。一方ではトレードマークのフルスイングで MLB のルーキーとして史上4人目、日本人では初となる1イニング2ホーマーを達成し、確実性とパワーを兼ね備えた強打者としてメジャーでもその打棒を遺憾なく発揮。この活躍にチームメイトのロブレフ・シュナイダーは、アメリカの打者たちは吉田のスイングを何年もかけて研究することになるだろうと語り、また現地のファンの中には、吉田は好調が続くほどズボンを深く履く、このままズボンが乳首に到達するのではないかとセクハラまがいな心配をするものまで現れるなど、吉田の快進撃はこのまま続くと多くの者が信じて疑っていませんでした。しかし後半戦に入るとその打棒は突如として湿り始め、8月9月の月間打率は3割どころか2割5分も下回ってしまう始末。何より NPB 時代はあれほど少なかった三振を9月には4打席に1度のペースで喫してしまうというかつてない不調に陥ってしまいます。この急失速の原因について、現地のベテラン記者ロブ・ブラッドフォードは、多くの守備機会をこなしたことが大きかったのか、遠征の多さ、ボストンの気候の厳しさなどが影響したのかとタミヤ H バリのあやふや考察を披露していますが、何にせよその後も前半戦の勢いが戻ることはなく、後半戦は62試合に出場して打率2割5分4厘ホームラン5本というまさかの結果に終わってしまいました。とはいえシーズン打率はあの大谷に次ぐリーグ5位の2割8分9厘で、とりわけストレートに対しては打率3割7分1厘長打率5割5分9厘と剛腕揃いのメジャーにおいても極めて高い数字を残しており、オールスターにも2度出場した経験を持つ同僚のジャスティン・ターナーは、打撃ももっと評価されていい、今後はメジャー全体にも吉田正尚の名前が切り込んでくる、今でもよく名前が出ているよと高評価のコメントをするなど、その打撃センスがメジャーにおいても十分通用するものであると周囲に再認識させる1年となったのでした。ということで今回は MLB1 年
年目を終えた3人の日本人選手を紹介しました。育成からメジャーの新人王最終候補にまで上り詰めた千賀、底の見えない濃紺地獄を乗り越えメジャーのリーグ優勝を味わった藤浪、合間の努力で自身の弱点を補いメジャーにも通用することを証明してみせた吉田、彼ら3人の MLB1 年目はまさしく三者三様、それぞれ違う輝きを放って私たちの2023年を彩ってくれました。そして2024年もまた憧れを捨てた新たな挑戦者が世界最高峰の舞台に上がろうとしているので、彼らがどんな活躍を見せてくれるのか、そして今回紹介した3人にはどのような1年が待ち受けているのか見守っていきたいですね。また最後にこのチャンネルではプロ野球の面白いエピソードや胸熱エピソードをたくさん紹介していきますので、これからもよろしくお願いします。それでは。